株式会社東京ドームスポーツスタジオアドバイザーの大山です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。さて4回目に入りましたけれども、皆さんたちの体のトレーニングは進んでいますか。今日は皆さんたちの背骨少し反ることをイメージしてエクササイズしていきたいと思います。でもあまりたくさん反ろうと思うと腰痛くなりますよね。まず皆さんたちの体の調子をチェックしてみましょう。仰向けに寝た状態でそのまま足を軽く左右に倒してみて、それからそのまま体が転がりやすいのかどうかの確認もしてみます。できましたか。では今日はうつ伏せになります。腹ばいになるんですけれども、お腹のあたりや足のあたりが当たるので、私はマットを使ってますけれども、皆さんのご自宅の方ではマットに代わるものを使ってみてください。今から両手はお顔の外側、少し肩を下げます。足は腰幅ぐらいに広げていただいて、おでこ背骨を反らせて少しずつ上げていきたいので、いつもイメージすると首だけがこう上がってしまって、あ首が痛いっていうことがありがちなんですね。ですのでこの後ろのうなじはシワを寄せずに、できるだけ皆さんの後頭部で上の壁を押すようなイメージでやってみましょう。では両手胸の横あたり、お顔の外側でもいいですね。肘をつけます。首長く一度息を吸いましょう。吐きながらおへその力を入れます。その力を入れたまま吸いながら軽く首を長く伸ばしたらば、手のひらと肘で床を押します。もうこのぐらいで十分です。吐きながら戻り、また吸いながらおへその力を使って伸びます。戻り、上がるのではなく斜めに伸びてくださいね。吸いながら首にニョキッと出して、さあ次のエクササイズチャレンジできる人は腕を浮かせていきましょう。吸いながら伸びてったと同時に腕が離れます。大丈夫ですか。戻り、この時お腹の力を入れててください。吸って、まず小さな腕です。戻り、次チャレンジできる皆さん、吸いながら腕を飛行機のように広げていきます。戻ってきて続けますね。吸いながら気持ちよく胸をアップです。戻り、最後はもう2回だけ、さらにチャレンジできる皆さんは足も浮かせていきます。戻り、では最後の1回吸って、気持ちいいぐらいもう伸びをするイメージです。戻ってきます。では両手をでこの下でお尻軽く揺らしてみましょう。さて両手胸の横で一度吐きながらお尻を下ろしていきます。さてでは先ほどと同じようにまた体のチェックをしてみましょう。仰向けに寝た状態で足を倒します。もう快適に体は足は倒せますし、それから膝を抱えて転がるのも気持ちいいはずです。どうですか。皆さんたちそれぞれにご自分たちの体の目的があると思いますが、とにかくこの時間はお家で小さな場所で、そして簡単にできるエクササイズですので、ご自分たちのできる範囲で無理なくエクササイズを続けてみてください。ではまた皆さん会いましょう。